インド、ヒマラヤ山脈のふもと、世界で最も有名な紅茶産地、ダージリン。1850年代に茶園として開拓されて以来、およそ160年にわたって高品質な紅茶を作り続けています。驚くほど爽やかな味わいと花や果実を思わせる豊かな香り。ファーストフラッシュの生茶最盛期となる3月中旬から下旬にかけて、春のダージリンを訪問しました。